んにちは。こんにちは。チラピノです。はい、今回ですね。はい。ゼロからハンバーガー屋ショップを作るゲームやっていこうと思います。イエーイ。あら、横にいるのはあのドナルドさんですか？違います。いやいや。あ、ポテトズ酔ってる。イエーイ、かわいいでしょ。こら、どこに盗んできたの？ダメでしょ。これ芋けんぴです。芋けんぴ似てるけど。違うでしょ。はい、ということでね、なんと、一人ずつね、バーガー屋ショップを、大きくしていきます。はい。はい、じゃあ、チロルこっちね。ピノそっち。ピノ向こうね。だから、お前向こうってんだろ。バイバイ。じゃあな、ってことで、どっちがね、先に、このお店を完成させれるか、勝負していこうと思います。はい。じゃあ、行きますよ。よーい、スタート。スタート。あいつ、首大丈夫か？うん、よしよしよし、今の家でも気合入ったよ。はい、ということでこれがですね、キャッシュ、お金ですね。これを踏むとお金がもらえるんだけど、今は0円ですね。こういう時はね、ピノ、こうやってまずね、ベン、お、これあれだ、ハンバーガー作るところだ。で、ハンバーガー作るとこを立てたら、お金がね、自動で増えていってますね。増えてってる。よし、これでいただきだ。これで今70円稼いだんで、この70円でこうやって、おお、人ができた。できたね。バイト、バイト君、君、こら、ダメでしょ、これ食べてるでしょそれ、絶対、こら、食べてるでしょそれ、それどうすんのそれ、食べたでしょ、こら、すごい、ちゃんと作ってる。作ってるね。これがお金になるのかな。そうだね、これがお金になってる。さっきよりね、お金が貯まるのが早くなってますね。こうやってね、人を増やして、よし、機械と人を増やしてね、お店を大きくしていきましょう。ピノさん、はい、あ、2人目アルバイト雇いましたね。おお、うん、独特な髪型ですね。うん、うまいね、みんな作るの。いいよ、その調子だよ。まあまあ、肩はね、力入れずにゆっくりやろうね。ピノさん、申し訳ない、俺はね、もう3つのですね、機械を設置してしまいました。早いな、ピノ、なんか変な壁作っちゃったよ。壁作った？うわ、そんな壁作ってどうすんだよそれ。髪作っちゃった。そんな髪いらないでしょそれ。まずはね、この人間を増やしていかないと。よし、2人目だ。よしよし、いいぞ。じゃあ今のところチロルの方が有利ってことだね。はい、なんとですね、バイト3人目雇いました。なんともすごいことになってるこれ。外でね、ハンバーガー作ってるんだけど、ピンのどうするこれ。あ、じゃあ俺も壁立てよう。あ、壁立てれたね。みんな、あ、みんなさっき日光で眩しいって言ってたから、これで影できてよかったね。うん、やった、3人目だ。3人目？あ、みんなよく見るとさ、髪型違うね。あ、全然違うよ、みんな特徴的なんだよね。え、顔はね、一緒だけど。そう、顔は一緒だけど。うん、まずですね、お金がですね、お、結構貯まったぞ。1300円まで貯まったので、これでどうすればいいんだろう。あ、なんかあるね、壁を立てるか、フライヤーのメーカー、つまり揚げ物の機械を設置するか、どっちかか。お、ポテトとかかな。ちょっと俺も置いてみようかな。おー、ポテトだ、ポテト、ポテト、これだよこれ。あのピノが背中に背負ってるやつが偽物で、これが本物だよ。あとは本物だよこれ。ちょっとね、あの敵のね、お店見に行きたいと思います。まあ、どうせね、もう潰れてると思うけどね。あー、やってるね、まだかろうじてまだ生きてるか。すみません、何ですかこのお店は。あ、ポテトが来た。ポテト来てねえよ。ちょっと見に来たよ。え、なんで、え、何、うちの従業員と全く一緒の髪型してる。どういうこと。嘘、一緒なの。え、なんで、ドッペルゲンカーか。え、なんでだよ。え、あ、フライヤーワーカー追加できました。お、フライヤーワーカーさんは金髪のヤンチーですね。あ、そうなの。ちょっと待って、俺も追加したい。ちょっと待って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 、ポテト詰めてる。かわいい。俺もちょっと、じゃあ、あ、俺も金髪のお兄さん来ましたね。このお兄さん、おっさん、ポテトの詰め方さ、大丈夫それ。これこねこねこねしてるけどさ。ねえ、かわいい。壁立てますね、じゃあ。お、ちょっとお店らしくなってきたね。よーし、みんな頑張るぞ。一から壁を立てるところから始まるからね。よし、おお、すごい。なんだ、ミドルカウンターできた。あ、一緒のやつ置いてんじゃないの、もう。えい、いや、なんか1700円ぐらいで買ったらさ、何、外壁のさらにちょっと外壁みたいなの立てちゃったよ。もういらないよこんなの。ピノはですね、中身から作っていきます。ちょっと待ってよ、俺間違えて壁立てちゃったよこれ。壁なんていらねえよ。いるだろ。衛生面もうボロボロじゃねえかそれ。よし、
あーまだお金足りないか。ここなんか人雇いたいな。さらにフライヤーが追加されましたね。え、そうなの？すご。あとは人がいりますね。人か。ということで、まずね、じゃあ僕もフライヤー立てますね。さあ、もう一人雇うには2500円か。結構高いな。やばいね。これちょっとピノに先越されてますね。フライヤーワーカーを追加。お、早いな。楽しそうだな。あー、帽子かぶってるロブロックスの。うちのマネージャー紹介するよ、これ。厳しい？まあ、副店長みたいなもんだよね。ほら、副店長くんです。おお。ほら、指示出してる。本当だ、指さしてなんか指示出してる。どう？手が動いてるね。すごいでしょ。この子が入ることによってね、なんとこのお金がですね、かける2倍貯まるみたいなんですよね。マジ？よし、しっかり働けよ。すごい、できた、本当にできた。これ注文カウンターできましたね。ピョン、できた、注文カウンター。ここでお客さんから注文取ることできますね。早い、待って待って、ピノも立てる。よし、立てた。何、早いね。お前マネージャー雇ってるじゃないか、お前も。ということで、今ですね、今ピノとほぼ一緒だね、今ね。お、カウンターバーができた。あ、できた。パネルができたね。え、パネルができた。ちょっとね、ピノがちょっと先行ってんのかな。みんな働いて、働いて、お給料お給料。なんかね、チロルはですね、新しく建物できましたね。なんか部屋みたいにできたよ、ピノ。俺、何それ。お、あ、倉庫ができた、倉庫。おお、すごい、こんなんあるんだ。すごい、注文取ってる。え、注文取れるの、こんな青い空の下で。え、そんなんできるの。お客さんから注文取ってるよ。いいな。待って、俺もお客さんから注文取ってお金取りたい。お金取りたい。間違えた。売り上げね。売り上げ上げたい、俺も。まずカウンターの人雇わないと。あ、カウンターの人がいるんだ。カウンターのバイトの人。バイトがいるのか。あ、これが。頑張れ、お前ら。ちょっと待って、じゃあ一つ聞きたいんだけど、お前たちはなんで作ってんの、それ。お客さんいないのになんで作ってんのねえ、ちょっと。ストック貯めてるんだよ。あ、ストック貯めてんのか、そういうことね。ごめんごめんごめん。よし、3人目。え、レジ3台で稼働しております。やばくね。ちょっと待って、俺まだ日の丸ハンバーガー屋ショップです。ちょっと待って、今検索するわ。日の丸ハンバーガー屋ショップ、まずい、星1。はい。最低。よし、あいつのとこ評価1にしとって。美味しいんだぞ。はい、ということで皆さん、チロピのハンバーガーショップにね、来たいなと思う方はチャンネル登録、高評価お願いします。お願いします。どっちのお店がいいですか、皆さん。もちろんチロルですね。いや、もちろんピノでしょ。コメントしてね。なんだ、まあ、壁一枚のハンバーガーショップなんて行きたくねえよ、誰も。すまんな、ピノ、俺の勝ちだ。いや、ピノの勝ちだ。見て、ほら、もう俺には新しいお客さんがいっぱいいるんだから、これもう。本当の生きたお客さんね。そう、生きたね。生きた新鮮なお客さんですね。お金払え、お前たち。おい、これはもしや窓口ができた？ドライブスルーではございませんか？ないない、この世にね、この世界に車なんて走ってないから。チロルも遅れて、もう少しで3人目のですね、注文受けるバイトさん雇います。チロルさんのお店にはないものができました。何、ゴキブリ入りバーガー？違います。バッタ入りバーガーでもできた？違うよ。なんで、なんで。何ができたんだよ。うわ、見よ、このツルツルの頭を。まあ、俺と一緒じゃないか。待ってくれ、俺と一緒のバイト、俺のとこで働かないか。じゃなくて、すげえな。え、車、うわ、すげえ、ドライブスルーできてんじゃん、これ。ああ、今日も凛々しいですね。お前、人のお客さんの車の目でダメだろ、それ。たくさん買ってってくださいね。え、ダメだろ、それ、怒られるぞ。ピノ、俺のお店全然繁盛しないよ。あ、何これ、なんかできた。何それ、俺も欲しい。メニュー表みたいなんできた。よし、ちょっと待ってね。じゃあ僕もですね、ちょっとピノにはないものを建てます。ドドン。はい、テーブルがまたできました。5000円も払ったのに、またテーブルでした。お店っぽくなってきたね、俺の方。あ、ほんとだね。どう、壁ができてるね。そう、ちょっとやっぱ俺外観がさ、やっぱしっかりしたのがいいからさ。これだってあれだよね、外観先作った方の勝ちだからね。え、そうなの？そうだよ。全部した方が勝ちじゃないの？違う違う違う。なんか俺の外観でさ、アスレチックしてるやついるんだけど、ちょっと、ちょっと降りてもらっていい？アスレチックじゃないからさ、OB じゃないからね、これ。困った、お客さんだよ。よし、じゃあね、これで。OK。え、すごいよ、マジで。本当にね、ピノのさ、ちょっと、お店変えた方がいいよ。見て、こんな立派なお店だよ、ピノ、見て。よし、OB しよう。なんか OB じゃないのよ。あー！おー、じゃないよ。
危ない危ない、落ちるとこだった。ちげえよお前、これオービー作ってんじゃねえよ俺は。よしよし、オービー細いなこれ。オービーじゃねえっつってんだよおい、降りなさいこれ。オービーじゃないよこれ、違うから。もう僕の店、それ違うそれも踏むやつじゃないからそれあー落ちた。違う違う、うわ死んじゃったよ。そんなゲームじゃないから、もうこれもうちょっともう早く出て行ってもらっていいですか。あーでももうなんか人を増やすところないような気がする。ない、壁とかばっかりだ。踏んじゃおう壁。じゃ結構大きくなってきたよ。わすごい、かなり大きくなったと思いますね、うちが。うん、テーブルに人が座ってるわ。え、すごい座るんだ。俺もテーブル立ててんだけどね、ピノ。あ、ほんとだ、俺も座ってる座ってる。座った？よし、うちも嬉しいよ。僕もね、店長の僕も嬉しいよ、みんなが働いてくれて。いつ終わるんだこれは。え、どれが最後のボタンだろう、怖っ。最後のボタンを押した方の勝ちだからね、これは。もう押すボタンがなくなったら勝ちね。でももうそろそろ終わりは近いぞこれ。もうだってあとは立てるのは、あ、ピノ見て。何？うち見て見て。なになに？見てほら。あ、屋根ができたね。そう、なんとようやく屋根ができて形ができ始めましたね。お、やっぱりルーフってやつが屋根だった？そうだね。え、チロンさん、お店の前にあるさ、やつ、黄色いやつ、高くない？はいはい、これ何本っすか？あ、1万5000高いね。よし、結構店内もね、壁ができ始めていい感じですね。でもこの黄色のボタンで終わりじゃない？は？嘘でしょ？冗談は顔だけにしてくれよピノ、頼むから。え、ないでしょもう。ある？まだある、いっぱいあるよまだまだ。よしピノ、じゃあ黄色いボタン押してくるわ。ちょっと待て待て待て、ピノ待って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 、ちょっと待ってピノ待って、一回俺もあのお店に入らせてピノ、一回押さないでそれ、ダメダメダメ。いいよ。待って待って、ちょっと見に行こう。まだその黄色ボタン押さないでね。よし、お邪魔します。すみません、僕ハンバーガー食べたいです。あっち行け冷たい、あっち行けよ。やめなさい、ずるいよこのボタンを踏めば。やめて、待って待って、まあ、ダメダメだダメだ、やめなさい。あっあっ、でで看板ができました。え、どれ見えないな。え、どれだろう、わかんねえ。まだ終わってないのか。よし、まだ続きがあるみたいですね。1万5000貯めたら終わりじゃん、もう。よし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 、まだね、終わってないみたいなんで、ちょチロルもですね、ちょっと黄色ボタン押そう。よしよし、これで先勝てる。いくぞ、やった立った、立ちました。皆さん、ギリギリ俺の方が早かったみたいですね。いや、ビノの方が早かったよ負けたのかよ。イエーイ、野蛮なお猿のお店に負けました皆さん。はい、ということで今回ですね、なんとハンバーガーショップゼロからですね、お互いですね、建てることできましたね。結構立派なお店になりましたね。やったー。あ、いらっしゃいませ。本日は何しに来たんですか？背中のポテトを食べに来ました食べに来たの？よし、ポテトはどこですか？お前盗みに来たんだろ帰れ、やめなさい。これポテトどこですか？警察呼んで、これ盗みに来たよ、このポテト泥棒。このチキン美味しそうだなやめろお前、もうこれ。